そんなこんなで、これから始まるのはブレンという不思議なやつと僕らの冒険の物語。そしてここが僕らの出会う星、EDN サード。おっと、どうやらブレンがやってきたみたい。一番星！で、星がキラキラ。あ、なんだ？ついたか？あいつが EDN サード、キンキラだ。待ってろよ、今すぐそこまで来る。いっ大冒険の始まりだ。俺、命がけ。ブレンタイン、超高モード解除時に持ち場を離れるとは厳罰だ。鬼教官、申し訳ありません。どうしてもあいつをこの目玉に見せつけたい。いや、行動理由など聞いていない。それと私は確かに鬼だ。はい、いや、申し訳ありません。ウォルター教官殿。何の騒ぎだ。ドンパチ敵か。このままでは目的地を前にのたれ死にだ。手を打たず死を待つのは性に合わん。かけてみるか。ブレンタイン、いつまで見取り手いるつもりだ。申し訳ない。あ、いい、ちょ、教官、何をするおつもりで。出撃だ、ブレン。出撃？なんで俺、それにどうやって。ウッドベルネクスト、目覚めの時だ。起動せよ。起動確認ですが、作戦行動開始予定には326時早いようです。緊急事態だ。敵襲を受けている。認知。領空内に多数の所属不明機が急速接近中。接触まで 2.41 時。そういうことだ。プラン W を実行する。プラン W 確認。搭乗者登録が不可欠なモードです。搭乗者は私、ウォルターとブレンだ。え、俺？確認。では続いてメイン搭乗者による記名登録を。ブレン、登録しろ。え、何？登録？こいつに名前をつけてやれ。出ないと起動せん。え、あ、なら誰だ。ギンギラ。ギンギラ、登録確認。大きく出たな。いいだろ。重力干渉区域だ。ナビゲーションは私に回せ。了解。ギンギラ、メイン搭乗者レベルを設定。操縦経験の申告を願います。マスター。
前のことだ。え、俺、まだ操縦経験一切ない。マネージャー。了解、ギンギラサポートします。行くぞギンギラ、一番星だ。了解です、マスター。できたようだな、ブレン。だがこのマシンの実力はまだ。やったー、どうギンギラ、初めてだったのに俺ってすごい。おめでとうございます、マスター。調子に乗るな、ブレン。大気圏突入まで時間がない。機体状況は？惑星の引力に機体が引き寄せられています。大気圏突入シークエンスを起動。まずいな、正規の突入ラインからもずれた。このまま星屑か。だが、この機体なら一か八か。え？一か八かって何？命がけという意味だ。このまま大気圏突入を行う。それが1と8。生存確率を上げるため、VS からコックピットボットを強制排出後、突入ラインにランデブルさせます。了解だ、ブレン、命をかけるぞ。命がけか。だったら受けて立つわ。よし、大気圏突入だ。はい、教官。ギンギラ、やってくれ。確認、マスター。あとはギンギラにお任せください。ああ、でもギンギラはどうする気だ。発見、捕獲されない区域を検索。着陸後は移送モード。状況により自爆モードを起動します。自爆って、でも大丈夫だ、ギンギラ。俺たち3人、命がけならな。了解、マスター。ボットを切り離します。ギンギラー！ご機嫌よう。くそ、これじゃ一番星じゃない。ギンギラ、流れ星だ！流星が落ちてくる。紅の流星。無事のようだな、ブレン。寝ている暇はないぞ。了解です、教官。ギラギラ、本当に真っ白だ。そうだ、雪という。行くぞ、ブレン。本体へ合流する。
決めてくぜ。今の鳴き声は、ここは危険だ、退避する。味方と合流できる場所を探すぞ。ジェットを使え、先を急ぐ。信号の発信機を設置する間、ブレン隊員は辺りの警戒をしろ。了解であります、ウォルター教官殿。それでは先に行け。重大なミスだ。
だったら射程算出のサポートプログラムを使えばいいのに。それこそのんだね。射撃に関しては自身の目と腕を信じるのみ。無謀な新入りだな。この子ってば EDN セカンドから来た特別編入隊員じゃない。嘘、やる。 VS 初登場で大気圏突入って。のん、冗談なら笑えないよジュリー。大体新入り訓練隊員レベルで VS など操縦すら。見て、データは正確。それにこの VS ピーキーで操縦には腕がいるって話、クリス君って知ってるくせに。ああそうさ、だったらそのバカ、運だけは強いってことだ。帰還する。ムキになっちゃって珍しい。高いところから落ちてきたバカ。確かにまるで伝説のスターダストボムズみたい。そんなこんなでブレンのやつが EDN サードへやってくるまでにそんなこんながあったなんてことを僕はまだ知らなかった。